はようございます。おはようございます。で、一言よろしいですか。はい、一夜明けて、まあ、登庁されましたけど、はい、どんなお気持ちで今日は。まあ、一つ立派な結果をいただいたので、多くの方に感謝をしながら、まあ、改めて気持ちを引き締めて、これから4年間にチャレンジしようと、まあ、そういう気持ちで、登庁しました。このチャレンジというのはまずどこからになりますか。やはりコロナですよね。まだまだ目の前に課題が山積しているわけですから、まあ、少し数字的には良くなってきてますけども、まあ、2月7日までの間にどこまでしっかり結果が出せるかですね。2月8日以降どうするかという、まあ、この辺の緊急事態宣言の位置づけですね。この辺をまずしっかり議論していきたいと思います。それから当然来年度の予算編成作業はもういよいよ本格化しなきゃいけませんので、まあ、特急列車に飛び乗るようなことで大至急皆さんの作業を上位にして、しっかりとした予算編成したいと思います。改めてといいますか、さらにこれから4年間重責を担わせていただくということでありますので、改めて、心を引き締めて、課題に取り組んでいきたいというふうに思っておりますが、当面まずはこの緊急事態下にあるこのコロナの問題と、それからこれも含めた来年度の予算編成作業を急がなければなりませんので、まあ、そこにコロナ対策のみならずですね、どんなことを盛り込んでいくかということについて、まあ、職員の皆さんとも議論もしてですね、積極的に検討を進めていきたいと思っておりますが、まあ、いずれにしましても一方で県民の皆様の、まあ、主たる関心が何としてもこのコロナ禍をどう抜け出ていくのかということに強い関心があるということも感じておりますし、それから、まあ、今回の結果を見ましても、まあ、いろいろと、まあ、私自身のこれまでの県政についての、まあ、ご批判もあるかと思っておりますので、まあ、いろんな角度から今後について謙虚に考えながら進めていきたいと、そんな思いでおります。今回の出馬の私自身の問題意識といいますか、出発点はあくまでもコロナ対策という、コロナ対策も狭い意味だけではなしに、そのアフターコロナも含めてのコロナ対策でありますけれども、そういうことが県民の皆さんに理解されたのではないかということからですね、そういったメリットでしっかりやってくれという、激励といいますかね、そういう意見が多かったと思います。具体的なその政策をですね、進めていく上で、かねてから申し上げておりますように、私どもこの行政サイドと、県議会、いわば車の両輪でありますので、率直に、風通しよくですね、意見交換をしながら、政策なり予算なりですね、まとめていきたいというふうに、思っております。そういったことを通じて、双方のコミュニケーションなりですね、積極的に取っていきたいと思っております。皆さんとご相談をして、例えば今度予算編成ありますしね、どんなふうに一つをしていくかという、この規模ごとがいいのか、それともその各委員会がありますからテーマごとがいいのか、どういうやり方がいいのかですね、この辺もちょっとまたご相談したいと思っております。私の任期が2月2日ということですから、それに合わせてたスケジュールだと思いますけども、12月あたりですね、特にいろいろといろんな方とお話をつけてもですね、こんな厳しい時期にですね、選挙ですかねという声は県民の皆さんの間には大変強かったと思いますので、逆にそういうことを踏まえて、
私なりに、まあ、職務に専念するという道を選んだということであります。県民の皆さんの中にいろんな意見があるということですから、単に私を支持していただいている方のご意見だけではなしに、やはり、まあ、県民目線というときにはその他の方々も含めて、まあ、広く、ご意見を伺う必要があるということを改めて感じておりますし、まあ、いわば県民目線現場主義というですね、まあ、この行政の原点を大事にしていきたいと思っています。まだ決めてはおりませんけれども、今度の来年度の政策とか予算を組み立てていく上で、まあ、コロナ対策という塊が一つあると思いますし、それからこれまでやってきた地方創生、とりわけ政治の国岐阜づくりのいわば集大成といいますかね、そういったことの塊が一つあるんじゃないかと思っております。で、まあコロナのおかげでというか、コロナのゆえをもってもいろんなそういうこれまでの地方創生の動きが止まってきておりますので、止まってきている部分についてはですね、まあ、どういうふうに、もう一回挽回をしていくか、特に観光とかですね、雇用とかですね、そういった面でのこの挽回策を考える必要がありますし、それからコロナ対策ということでもありますけれども、アフターコロナを見据えるとやはりデジタルトランスフォーメーションということが大きな課題になりますので、もうすでに戦略会議もスタートしておりますので、スマホ1台で全ての行政手続きをという、まあ、スローガンといいますかね、目標で検討してもらってますけれども、そういう行政の徹底したデジタル化と合わせてさまざまな経済社会分野でのデジタル化ですね、まあ、これについて岐阜県なりの戦略を作っていくということも大きな柱になるのではないかと思っておりますね。だからこれは地方創生のにもかかる話でもありますし、まあ、アフターコロナといいますか、コロナを乗り越えていく上でもデジタル化は避けられないということでもありますので、両方にまたがる、まあ、テーマだと思っております。それからもう一つ、やはり私意識しているのは、まあ、地方創生の一つの議論として、東京一極集中を是正しようということですけど、まあ、未だにその流れは変わらないということですが、まあ、ここへ来て短期的にはですね、人の流れが、まあ、東京では減ってきておるわけなので、おそらく、まあ、このウィズコロナとともに新たな地方分散の動きが出てくると思いますし、まあ、それの受け皿になるための岐阜県にどういう戦略が必要かと、まあ、リニアに関連する戦略もあるでしょうし、観光戦略もあるでしょうし、まちづくり戦略もあるでしょうし、まあ、そういったことをですね、地方分散という観点で検討していくのも一つの柱になると思っています。まあ、そんなようなことを組み立てながら、今後、まあ、建設を進めていきたいと思います。1期目から3期目までですね、投票率の最低記録をずっと更新してきたんですよ。それで、なんとかやはり投票率をやっぱり上げるべくですね、県政を積極的に県民の皆さんに発信をして、ご評価をいただきたいということで、4期目の時にようやく少し反転した格好になっておりますけれども、まあ、それでも 36. 点何分ですかねということでありましたけれども、まあ、そこから今回まあ、なんとなく一般的なメディアあたりの書き方としては、まあ、5%、6% ぐらいは上がるんではないかという声も聞いておったんですが、まあ、それが10ポイント以上ですね、上がったわけでありますので、まあ、今回それだけこれまでの知事選挙に比べれば、まあ、高い関心を持ってこの選挙に皆さんは臨んでいただいたのではないかなと思っています。まあ、ただこの 48% で足りるということではなしに、もっともっとですね、高い数字を目指すべきだと思いますので、まあ、そういった意味でも、まあ、日頃からの県政の発信ということをですね、さらにまた今後考えていきたいと思っております。まあ、政策的なさまざまな政策の議論もありましょうし、それから、まあ、立候補者のそれぞれの立ち位置というか、あるいはそれを支援する、まあ、なんて言いますか、まあ、陣営の姿形とかですね、まあ、いろんな角度から皆さん選択肢が増えたということで関心を持たれたのではないかというふうに思っておりますけど、何がベストかというのはですね、いろんな判断の分かれるところかもしれませんが、私としては、まあ、現職でなければね、私がもし現職でなしに
この選挙に臨んでおったとすれば、もう目いっぱい県内を駆けずり回って、あらゆる機会をいただいて、あらゆるところでですね、自分の政策なり主張をですね、申し上げるということになったと思うんですが、現職であって、かつそのコロナ問題を掲げて出馬をしたということからしますと、これは体質しかないものですから、むしろちょうどその非常事態宣言、緊急事態宣言というふうに、非常に事態が悪化してきたところでもありますし、私としてはそちらを選択をさせていただいたと。で、逆に言うと、おっしゃるようにその分だけ各地でですね、直接県民の皆さんと接する機会、やり取りをする機会が減るわけですから、そういう意味では私自身も残念に思っておりますし、各現場の方々もですね、知事は来ないのかということで残念がっておられたということは聞いております。そこを補うためにも少しでもということで、マイクで参加したり、リモートで参加したり、それから夜な夜なというか夕方ですね、1時間なり2時間十数人の方と、いろんな世代、いろんな各層の方と、往復で意見交換するということを通じて、それをまた多くの人にSNS で見ていただくということを通じて、少しでも補えればと、いうふうに思ったような次第でありまして、そういう選択を取らせていただいたと、私としてはやむを得なかったかなと思っております。積極的にこの政策をこう進めていくという上で、そのポストを問わずですね、自由に提言をして、そしてその仕事の中にやりがいを見出していくというような、そういう割と風通しのいいですね、議論をできるような空気を作っていきたいというのはかねてから私も思っているところでありまして、今後例えば先ほどのデジタルトランスフォーメーションなんていうのは、むしろ次の世代の人たちが方が、あるいは積極的に議論していただくにふさわしいテーマではないかと思っておりまして、そういう若い人たちに積極的にこう課題を取り上げてもらうというようなやり方もありますし、いろいろそういうその職員からのこう何て言いますかね、発信と言いますかね、そういうものをこうどんどんこう取り上げていくような、そういう仕組みができればというふうに思っております。コロナについて言うとですね、もう第1波第2波のあたりもそうですけども、ほぼ毎日定時に私の部屋で会議をしましたけども、これは幹部もそうですけども、担当の人もですね、必要に応じて来てもらって意見を言ってもらうという場面もありましたし、どういうふうにこう、試行錯誤という面もありますけども、できるだけそういう風通し、議論の風通しの良さというのをですね、考えていきたいと、そんな思いでおりますけど、そうですね、組織の誇張、組織という点で言いますとね、それぞれこうテーマに応じて臨機応変にいろんな部局を、トンコレラの問題が起こればですね、単にそのトンコレラという一点だけではなしに、ああいうその畜産におけるですね、感染症の問題を正面から扱うようなですね、セクションを作るとかですね、コロナが起こればコロナで対策で、さまざまなコロナをめぐる課題が分かってきましたから、最初はタスクフォースから始めて、そこで自由にやり取り、全庁横断的にやり取りしながら、恒常的に、恒久的に、あるいは先手を打って取り組むような分野については、あらかじめ一定のセクションを設けてですね、準備してもらうと、いうようなこともですね、取り入れたり、なんて言いますか、その課題を見ながらこう、それに合わせてこう臨機応変にやっていくというようなことは、やってきておりますし、毎年機構改革的なことで新しい部局があったり、あるいはスクラップももちろんありますし、そういう努力はしてきておりますけども、時代はどんどん変わっていきますし、それから若い人たちの意見をどんどん取り入れていく中でですね、組織がこのかえって、新しい政策の妨げにならないようにですね、工夫はしたいと思っております。知事像というのは何かこうあらかじめあるというよりはですね、私はどちらかというと、こう課題解決型で取り組んできているつもりでおりますものですから、なんて言うんでしょう、県政の課題とか、県民の皆さんの持っておりますこう悩みとか、そういったことを
できるだけ早め早めに把握をして、まあ、政策的にもタイミングを、まあ、先手取れるような形で打っていくと、まあ、いうことを、まあ、こなげていくというかですね、まあ、そういう意味ではそういう現実の課題、まあ、県民の皆さんの課題に、まあ、こうできるだけ寄り添っていくというかですね、まあ、そういうことを、まあ、こなげておるわけでありますが、まあ、それがその県民の皆さんからどういう像として見えるかというのはですね、ちょっとあらかじめ私の方から何かこう説明をするというのはちょっと難しい気がするんですけどね、やっぱり各地いろんな方と話をしていると、皆さんからすると市役所とか町役場村役場というのは自分たちもこう比較的出入りする機会が多いものですから、まあ、市長さんとか町村長さんというのはそこにいる人ということでイメージが湧くようなんですけど、なかなか県庁にしょっちゅう皆さん出入りするということではないものですから、県の役割が見えにくいということを、まあ、よくおっしゃることがあったりしますけども、まあ、そういう意味で国があって県があって市町村があってというときに、その県が何をしているのかというのはテーマによっても違いますし、役割分担もいろいろ変わりますしね、なかなか説明難しい、一言で言うのは難しいんですよね。ですから課題ごとにこう今こういうことをやってるんだというようなことを説明すると、あ、そんなことを県がやってるのかということで、まあ、いろいろとおっしゃる場合もありますし、まあ、最近場合によるとその私もあちこち回ると知事というよりはですね、市長さんと言われることあるんですね、結構で、まあ、私は訂正しないんですよ、まあ、かえって身近に感じてもらえるかなと思ってですね、はいはいって言ってですね、そのまま素直にやりたりはするんですけれども、そのうち、まあ、誰かが気がついて、いや、あの人市長じゃなくて知事だよって言う、あ、そうかって言って、まあ、大笑いするんですけども、まあ、身近に感じてもらえるんであれば、まあ、なんて言われてもいいのかなと思ってるんですけど、まあ、そんなようなことで、知事像というふうに、まあ、正面から言われると、ちょっとどう答えるか難しいんですけども、まあ、お答えになっているかどうか分かりませんけども、まあ、私の思いはそういうことです。大体最初の総点検は、まあ、着任をして、まずはとにかく、そもそも岐阜県政がどうなっているかということについて、まあ、自分なりに自分の目で確かめたいということと、その機会に、まあ、職員の皆さんやら県民の皆さんから積極的に、率直なご意見を聞きたいということで、総点検ということで、かなり全庁を挙げて、また県民会議を設けて、まあ、ほぼ1年でやりましたですよね。それで県 の仕事を全部発展拡大っていうのと、維持っていうのと縮小っていうのと廃止っていうのと、まあ、全部分けましたけどね、まあ、そういう作業をかつてやりました。それから2回目が人口減少ですね。要するにその担い手人口が減っていくという前提で全ての県政を見直しましょうということで、人手不足の問題、人材育成の問題、まあ、そういうところを、まあ、地方創生の大きな切り口として総点検をして、あらゆる分野で人がいなくなる、足りなくなる、でどうするのかということを、まあ、全ての分野で検討しましょうと、これもざっと1年かけて、まあ、長期展望というのに、まあ、整理したわけでありますけど、で今度は、まあ、コロナ禍というか、まあ、もっと端的に言えばこうデジタル化ですね。デジタル化という切り口で、まあ、行政のみならずさまざまな分野について、徹底的な見直しというか議論していこうということで、まあ、世界全体がこの急速にデジタル化、まあ、国際競争のまさに最前線だと思いますが、まあ、そういう中で岐阜県がどういうふうに立っていけるかというようなことをですね、そういう角度から県政をチェックしてみようということで、まあ、第3の総点検となります。まあ、1年ですかね、やっぱりこれも、はい、興味深いやり取りもありましたので、こういう手法を取り入れたらいいというふうに思うんですけども、まあ、問題はどういう人たちをどういうふうに選ぶかとか、そのどういうテーマで設定するかとか、それから、まあ、それをそういう、まあ、県民の皆さんとの対話というときに知事だけがやる話なのか、それぞれ副知事であったり、あるいは部長であったり課長であったりですね、県のあらゆる部局がそういう姿勢で積極的にそういうその意見を聞くというときにリモートというやり方を取り入れてやっていくのがいいのかとか、
まあ、手法としてはいろいろあると思うんですね。でそういったことをまあ検討したいと思ってますけども、ただ少なくとも今市町村長さんとの会議はもうほぼ全部リモートになりましたよね。このご案内の通りだと思いますけども、まあ、ああいう形でかなり自由自在にいつもリモートで、臨時的に招集して来ていただいて議論もできていますので、ああいうふうになってくるともうなんかそれが当たり前に回ってきますけども、この対象が県民全体ということになると、まあ、県庁全体としてどういうバランスでやっていくのがいいのかというのは、でまあといって抽象的なこと言ってても仕方がないので、まあ、例えば今のあれですね、デジタル化についての戦略を作っていく上で、どういう方々とどういうふうに県庁として意見交換していくかというようなことをまあ考えていくと、具体的な切り口が見えてくるんじゃないかと思います。では以上をもちまして会議を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。